それではホーム藤枝 FC のラインナップです。 3-4-2 と予想しています。ゴールキーパーは北村、ディフェンス3バック、右から小笠原、川島、鈴木、右のウイングバックに久留、左に榎本、ツーボランチ水野と西谷、インサイドハーフにアンデルソン、そして前節負傷交代の横山に代わって今日は中川が入ります。頂点は矢村健です。続いてアウェーいわき FC のラインナップです。前節から4人が変わっています。 4-4-2 とここでは予想します。ゴールキーパーは田中、ディフェンスは4バックです。右から早見、家泉、遠藤、山下、2列目は加瀬、宮本、下田、山口、そして2トップは有馬と近藤です。ここはつなぎます。山下、2人が前で呼びます。ここに近藤、起点作る、下田、逆サイド見ていました、まあいいボールですね、中で近藤呼んでいます。3人入ってきました。近藤ヘディングシュート、13分、先制はいわき FC。 昇格組同士の最終戦、先手を取ったのはいわき。近藤は今シーズン2ゴール目。そうですね、少しあの藤枝としては振られましたね。あのまず大きいサイドチェンジ、まずいいとこ見てましたね。そこからあの同サイドに目線が行った時に、はい、この最高のクロスですね。素晴らしいボールでしたね。もう完璧のボールですね。ヘディングも多分合わせるだけというようなイメージだと思いますね。川島受けた、アンデルソン、川島、笛が鳴ってのイエローカード、いやレッドカードです。レッドカード、アンデルソンレッドが出ました。まあ、やはり有馬選手にあえて体を使いながらためを作ってくる、はい、あこれは奪われた、山口、近藤、追加点はいわきに入りました。後半立ち上がり、今日2ゴール目、近藤義人、今シーズン3ゴール目を奪いました。こちらです。そうですね、少しパスミスからですね、大曽根選手からのパスミスをカットして、まあ、最後はまあ冷静になったんですけど、まあ、このやはりゴールをまたぐパスっていうのがこのミスになるとこういう決定機にやはりつながってしまいますね、まあ、最後は本当落ち着いてゴールに流すだけというようなイメージですね。家泉強い、有馬向こうに流して宮本、この後奪った後の攻撃ですが、オフサイドない、矢村一人かわして足かかった、 PK、 PK 獲得しました藤枝真吉。決めました、左に流し込みました、矢村今シーズン9ゴール目。これで2対1、1点差になります。田中選手もコースは読んで触ったんですけどもね、最後はいいコースとパス、あシュートスピードっていうので上回りましたね。成長の幅をどれだけ見せられるか、互いに昇格組同士の最終節となっています。ここで奪いました、ミドル突き刺しました、3点目、山口です。今シーズン4ゴール目、いわき駆けつけたサポーターにその勇姿見せます。3対1、見事なミドルでした。そうですね、紙一重ですね、藤枝としてはここ外せばという場面なんですけども、はい、山口選手取った後迷わず振り抜きましたね。まあ、まずこのプレッシング素晴らしかったですし、まあ、このシュートですよね、本当にいいコース飛んでます、素晴らしいゴールだと思います。選手が出入りします、空いたところを見つけて山下入ってくる、
足かかって、まだマイボール、あ、直接行った、直接入った、プレッシング、プレッシングを重ね、その先にゴールがありました。4対1、これぞいわき、相手を押し込んで、押し込んで3点差をつけました。いや、本当そうですね、どっちに転ぶかわからないようなボールが続いたんですけども、まあ、この試合通してこういう五分のボールがやはりいわきの方にこぼれる回数が多かったですね、まあ、最後も諦めずに、そして平尾から斜めのパス、いいボール、大袖持った、奪いに行く、さあホームのファンサポーターからは大袖、大袖かわしきった、右足、得点奪いました。4対2、大袖全然接で左足肉離れから半年ぶりに出場した大袖、ファンサポーターに届ける一発です。そうですね、ここ一旦相手のボールになるんですけども、ここを最初プレッシャーいったのは矢村選手ですからね、この時間であの強度の高いプレッシングをできるっていうのは本当に素晴らしいですね。さあ一方で5試合ぶりの勝利が近づいているのはいわき、まだボールを持つ、ここに起点作ります、ここでタイムアップ、いわき5試合ぶりの勝利、3連敗を抜け出し、シーズン最終戦は勝ち点3、開幕戦で敗れた同じ昇格組の藤枝に対し最終節でリベンジを果たしました。ただ一方の藤枝、いわき相手に今度は敗れました。気合の矢村のゴールもありました。集大成という位置づけで臨んだ最終戦、軍配はいわきに上がりました。